やらかしたー。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、また私は、やってしまいましたまたまた私やってしまいました。見てください、すべてプレミアム加工となっております。なんだこのデッキはちょっとやってしまいましたね。私今回ね、セレクションボックスっていうね、やつが来てましてね、こう入手本出るからセレクションボックスっていうのが来てましてですね、まあこれでいっぱい買うとこの EX 玉っていうのがもらえるんですね。で EX 玉によってね、これプレミアム加工に交換できるんですよ、カードを。でですね、私ちょっと頭が悪いのでですね、好きなカードをね、プレミアム加工に変えるっていう、何の誰も得しない、コナミしか得しないことが趣味でございましてですね、このアンキとか、ダイアンとか、ストレッドンとか、この辺をね、全部プレミアム加工にしてきましてですね、プレミアム、マイフェイバリットヒーローデッキ、これね、作ってきました。やりました。これなんでかっていうとですね、リューマドの守護者さんがですね、リミットにぶち込まれるんですね。牢屋にね、収獄されるんですよ。なので、ちょっと新しくね、ヒーローを組まないと、私はもう気が収まらないんですよね。これ、コナミへの抵抗です。ささやかながら。抵抗って言いながら、コナミに金緊張してんの、どうかと思うけどね。見ていただいた通り、ヒーローデッキをプレミアムで組んで、札行しぶち込んで、札束でぶん殴るっていうことをしたかったわけですね。これやっててやばいのは、OCG だったら、その、20th Secret とか、その価値があるわけで、他の人に、売ったりとか、その店舗に売ったりとか、その、コレクションにして飾ったりとか、ができるんですよ。デュエルリンクスって、単なるデータなんで、何にもならないんですよ。お金をかけて、プレミアム加工なんて集めたところで、何にもならないんですよ。何一つ、その自分に得はないんですよ、一切。コナミにしか得はない。そう、俺はね、頭がおかしいんですよ。デュエルスタンバイ。さあ先行だとちょっと私の嫌なカードがちょっと、ああこれ難しいな。いいですよね、これね。草原か、草原といえばこれよ。草原といえばこのデッキよ。本田ヒロと魂の敵よ。本田ヒロとといえばよ、あれよ、スキルはコマンダー引いてくるやつよ。草原だけど、あっ初手でさ、ウィンディさ引くのやめてもらっていいですか。まあ、ウィンディ5枚体制やからな。それせこくないですかね。ウィンディはもう基本的に出るよ、もう今のプレミアム環境は。じゃあビジョン、はい、プレミアム。ソリッドワン召喚して、ソリッドワン効果発動。おっ、なんかあるぞ、なんだ。なんだ、デモンチェンか。あ、なんかあるぞ。いや、今、ソリッドの召喚にその時光ってんの気すんねんな。そしたら、ここでデモンチェン打ったらマスクチェンジで逃げ、ダイアン、いや、この人ダイアンもし入ってたらやばいね。ユーマイ EX に変えててヒーロー組んでるはずやからダイアン持ってないわけがない。どうす、お、君なかなか読むね。いや、効果でこれ魔法トラップ破壊する方自分よろしいか。さあ選択を迫っていく。あ、そっか、ここでこれ俺これマスクするっていう選択肢残ってるから、ちなみにマスク打たれたら2枚とも加工されるんかやってんなこれこれやってますね。打つしかないな。チェーン、はい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 。これどうすか。これマスクしてここ逃げたいんですけどなんだあれ、あの人、もしかして、お取った、ね、ブラスト、特集。で、ここと、あれいいんすか、いいんすか、まあ、ブラストでまだよかった。ダイアン出てたら俺は死んでたから。はい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 。まあ、どっちにしてもらうと死ぬんですけどね。
待って、このデッキ強すぎるのでは。やばい。このデッキ強すぎませんか。これサーチに全く意味ないんですけど。止まらん。これ強すぎませんか、このデッキ。あれ、あれ、やっぱこれ金の力が最強なんじゃないですか、遊戯王って。課金 VS 無課金みたいに見えるけどさ、うん、俺後ろゴリゴリのパクさんカードだよね。まああれだよね、結構その引き強人類感はあるよね。でも正直さっきからね、うん、めちゃくちゃ強いカードしか見えてないからね、後ろ。そうそうそう、結構引き強人類感あるんだよ。これ一番いないのなんですかと、一気吐くのないのなんですかと、一番いないのこれスピットマンなんだよな、多分最初は。ニュースフュージョン一気吐くようにしてくるの。ニュースフュージョンね、横ディバインもね、あ、横バイオンは、あれ横ディバイン、ディシジョンね、はいはい、エアーマンやからね、ディシジョン。そうなの、そうなんだよ、ちょっと強いよね、そのディシジョンは。さあ、そのある、コズもしくはマスクチェンジ、あー、効果があるかどうかなんだよな、これ。効果あるんならもう、いい、やめろやめろ、読むのやめろ、俺の読むな。おセットセット、いや、サンクセ。とりあえずガバ捨てる。一回一枚だけ除去して、除去して、一回一枚だけ除去して。これね、あれなんだよ、これ今度はデッキ側なんだよ、これ、はいはい、あー、そうでもね、そうでもないやつ。光る。光るか、光るのか。あー、でもこれは出すね。ブレイズマン召喚、ブレイズマンの効果を発動。はい、有効を手札に加えると。さあ、手札が何か。セット、あの人セットするカードなんだっけな。セットするカードなんか結構ヤバそうなカード入ってるんだよな、確か。なんか十回これでついてみよう。あ、やっぱりこれだ。俺これやと思ったもん。これやと思った、絶対これやと思った。絶対それやと思った俺。これエンドだ。ゲージは使い回されたよ。だってセットおかしいもん、そのデッキで。そのデッキでセット絶対おかしいんだって。さあ、一回ブレイズマンをなんかいい感じで出していくことはできるようになったが、やばいな、そのブレイズマンのプレイング。いや、でも融合2枚も入ってないよ俺、さすがに。融合2枚とか入ってるデッキかなりやばいので、失踪南国騎士がやばいですね。はい、どうぞ。攻撃王子、はい。いや、怖すぎるだろ、それ。絶対分断があるだろ。ドロー。あー、なるほど。そういうことか。めちゃめちゃむずいことしてくるじゃん。どうしよっかな、これ攻めようかな。攻めに行くのありなんだよ、普通に。召喚は、はい、効果、効果 OK です。風になるんって。あ、OK、 マスク、あー、で、言うのがね。ちょっと一回私攻めさせていただいてもよろしいでしょうか。ちょっとそれはさすがに無理。ああ。なるほどね。そんなプレイできるんや。なるほどね。強い。そう、ブレイズマンちょっと強い。が、ちょっと強いが、これ分断だったら、ね、別に分断不引いても不引いてもいいか。分断は別にいいのか。分断は別にいいのか。800下がるか。別にこれは大丈夫か。なめっていい。ネオスフュージョンは一番ある。難しいな。ちょっと今度ケルベクとかいうさ、ガンネタカード入れてくるのやめろ。マジで。
これはこう。あ、晴れ期限や、なるほど。で、はい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 。今ネオ水準使うしかない。はい。エンドですよ、そりゃ。はい。よし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 。どう？あとはあのカードなんだろうかな。難しいね。めちゃめちゃいい試合だな。ちょっとケルベックマジやめろよ。セット。ちょケルベックマジやめろって。ケルベックガチでキモい。こいつでもプレミア環境で強いからね、レッドアイス。よし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 。あ、でも光るのか。光るのか。じゃあ分断じゃねえのか、あれ。なるほど。まあでもいいや。エアマ召喚。で、ちょっとそれわかんないから、俺プレイングねえからよ。もう破壊するわ。あ、デモンの試合、なるほど。なるほどですね。あ、それはいいでしょう。でもないんですよね。では一回分殴りに行く。はい。こいつが殴られるのに、ほんといいとして。はい。ケルベクめんどくせえ。ケルベクガチでめんどい。ちょ、ほんと、迷惑だよ、それ、そのカード。こっからもうそのカードマジ見えそのカードガチ見えだけどわ。いやーどうしよう。大きいな、後ろがな、強いからな。どうしよっかな、どうしよっかな。ただまだ有効を使ってあれか。あー、これ強いね。これで融合、これで融合を使う。これもほんまにやってることエアーやもんね、ディシジョンが。そうだね。でエアーも1回あとディシジョン、あ、これディシジョン使いたいか。こうして、なんやこのデッキパワーのさで、ちょっとまだ俺ここまだ俺まだいいと思うんだよ、殴んなくて多分。でディシジョンでこれでエアー持ってはいいんですよ。これでいいんですよ、はい、これでいいんですよ多分俺これワンチャンこのセットもね蹴れるべきじゃないかと思ってんだよね今この伏せ。これさ蹴るべきガチでめんどい。これマジでめんどい。このモンスター伏せを欠かしに行くべきに無理だ。伏せなんてまだし、結構相手も悪いこと圧縮してるから俺結構キーカード引き挟んだよ割と。これははい、どうでしょう、何でしょう。動けないな。なるほど、よし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 。さあ来た。でエアー召喚で、これはもう破壊する必要性ないんだけど、いやこれサーチするカードももうヒーローないんだ。なるほど、じゃあいいや。あいつなんかそれ置いとけお前それそのデモンチーン置いとけ。うわここに来て草原の200がめっちゃ効いてるそうでしょ、これワンチャン強いんですよね。はい、もうエアをどんどん使い回される。一応殴るってもいい、別にもうこれ殴ってもいい、これは別に蹴るべきでもいい。はい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 、やはり蹴るべきでした。さあとりあえずここでぶん殴っていく。よし、足色だ。さあどうする？さあどうする？いやもうちょっとエアーを回収されてるよな。語れる。さあエアーを回収しております。リュウ選手、これ相当強い動き。ケルベク、ケルベクと呼んで相手、おっといいんでしょうか？そんな伏せて、そんな伏しちゃったら、そんな伏しちゃったらこのエアーマンの効果が。通ってしまいますよ。さあ相手の伏せカードをしっかり割っていく。はいほらー、これが福沢ゆくし若瀬パンチよ。何したらそいつ倒せるんやさあ先行いただきましたと、先行いただきました。いやお、いやこれこうなって、もう行くしかないか。こうしてで、
こうで、で、もうね、もうこうよ。これで、で、いやー、これどうしよっかなー。いや、もうこれこっちでいいね。こうして。おー、なるほど。あ、アドレーションのな、目押し。で、こうよ。こういうことよ。お、なるほど。で、こうよ。これでんだよ。これやりすぎか。これ。お、これスワークしてる。あ、なるほど。これはやりすぎか。これ俺やりすぎか。お三角の対象取れない。対象は取れない。5100、対象取れない。5100、対象取れない。さあ、ちょっと困る。モンスターをセット。ちょっとセットやめ。セットマジやめろよ。ちょ、一回ちょっと、さあ、これどっちだろう。え、これ、どっちの方が嫌だ。まあ、どっちも嫌やな。どっちも強い。じゃあ、もう流せるか。あ、でもそう、あ、違ったか。いや、全然違った。そんなことある？俺は蹴り力じゃないのことある？蹴り力じゃないの？いやー今絶対行ったと思ったな。なんかちょっとエアーマンがこれエアーでよかったか。光ってるんだったらエアーでよかったかもしんないな。いや光ってなかった。じゃあ俺これ、あ、わかった。これ今スノーケー俺チェックしたけど光ってなかったの。だからエアー召喚したらなんか光ったって。これフェイバレットヒーローつけてるからデモンズチェーンなんかチェーンわかんねえっていうなんか地獄みたいなこと起きるわ。豆知識ねんけど、エアーマンの効果って発動してもなになぜか砂時計光るねん。これだから世のデュエリストの感覚全部バグらすカードなのこいつは。そうなんだ、すごい。なんで砂時計光ったんってなって。あ、そうなの。え、てかそもそもなんだけど、その俺これ分断だろうなと思ってたの最初。光んなかったから何も、これ冷静に考えたらフェイバリットヒーローつけてるから俺あの対象取れるけど光んねえわっていう。とりあえずあのフェイバリットヒーローをどう対処するかっていうのを考えてるんだけど、え、そんなの、そんなの相手できたらおしまいやん俺。ああ、なるほど。とりあえずちょっとエアーを通されるってことですね。え、やばい。シンプルにそれはシンプルにそれやばい。あはははちょっと待って待って、え、待って、他のライトモンスターとその後バルシケさんをそのアイテムを破壊する。え、ちょっと待って、やばいこと書いてない。これ待って、やばいこと書いてるよね。やばいこと書いてないですか。さあこれやばいこと、これはやばいこと書いてる。自爆特攻、いや、お、発動、あー、ギャッ、こっちやな。ギャーッ、ギャーッ、ギャーッ、さあ攻撃しごい、攻撃しごい、攻撃しごい。お、下がって光んない。これはね、おそらくねマスクコンビを引いたかフェイバリット引いたかティグダコストがないかのどれかだ。いけ完璧に手が読むよ。やめちまっていいですか。